かわいそうななな人だだ大変だなと思って言ってる人は言わせとけばいいと思うんですよ。頭のおかしい人がいるなっていうので無視すればいいんじゃないかなと思うんですけど味の素ってもともと存在しない調味料なので毎日のように起こってることっていうのは人はちゃんと物を見なくなるんですよ。 えー、少し前にホリエモンや料理研究家の方がうま味調味料を肯定する発言をして否定派の人に批判されてましたが、呂布さんうま味調味料の対する喧嘩を教えてください。WHO はかなり前に上手に接種しても問題ないという喧嘩を果たしてしまい、うま味調味料の悪評を広めた漫画でも一般人はうま味調味料を使った方がうまいとしまいました。つけられてもが未だに体に悪いと言ってるのはもはや宗教だと思います。えっと、宗教なので言ってる人は言わせとけばいいと思うんですよ。お肉を食べると文句を言う人たちっていうのがいるんですよ。 で、ベジタリアンの人とかって別に自分自身が勝手に野菜食ってりいいんじゃねえのっていうので、なぜか他人の肉に文句を言う人たちってのがいて、で、それと同じようにその、うま味調味料否定宗教派閥の人がいて、なんかうま味調味料を否定することで幸せになると思ってる人がいるので、あ、頭のおかしい人がいるなーっていうので無視すればいいんじゃないかなと思うんですけど、うま味調味料をあのその、本当に否定しようとして生きていくのかなり難しいと思うんですよね。やっぱ中華料理屋とか行くと大体使ってるんですよ。 で、あの、まあ、イスラム教の人であれば、ハラール認証とかで、その、あの、ちゃんとその、ハラール認証を受けてないところの肉は使え、あの、認証の受けてるところの肉しか食わないとか、あとベジタリアンですとかで、その肉が入ってない料理を食うっていうのができるんですけど、その、外食で、うま味調味料を使ってないものを食べたいっていうのを、その、ずっと実践し続けるのってかなり難しいと思うんですよね。 あの、ファーストフードとかでハンバーガーとか食っててもソースに入ってたりする場合あるんで、なのでなかなか行きづらいと思うので、あ、かわいそうな人だな、大変だなと思って生温かく見てあげればいいんじゃないかなと思いますけどね。ラーメン屋とかもほぼ使ってますよ。 日本企業の新興国におけるビジネスサービスの成功例。えっ、ー、と、ヤクルトじゃねえ、味の素がエジプトですげえ売れてるみたいなのどっかで読んだ気がするんですよね。確かエジプトだったと思うんですけど、あの、まあ、料理をするときに、そのサシスセット的な調味料ってあるんですけど、で、その味の素って元々存在しない調味料なので、 その、いらないって言われるんですよ。だって使ったこともない調味料なんていらないよで終わりじゃないですか。なので、その、エジプトの勘なんかだと思うんですけど、味の素を、 その1パックごとに売ったんですよ日本だったと味ものでっかい缶にダバッと入ってるんですけど要はそんなに使うかどうか分かんないいらないとなので本当に1パックだけをなんんかかか円円とか10円とでで売るんですよでそうするとまあ5円ぐらいだったら試してみようかなっていうのであ俺結構美味しいじゃんっていうので売れてで5円10円でちょっとずつ売るっていうのでそれなりに市場を広げたっていう話をどっかで読みました外でじゃあ野菜炒めを食べたとしましょう。 あの中華料理屋とか、ね、でさ多分あの野菜炒めとなんかチャーハンみたいなの頼んで飯を食う人って日本の中で一日に多分10万人ぐらいいると思うんだけどでそれやってさ毎日のようにやってる人ってあのちゃんと何の野菜炒め分かった五目野菜でいいよ五目野菜でお肉入ってるかな入ってるかなうんそうだね。でその結局毎日のように起こってることっていうのは人はちゃんと物を見なくなるんですよ。 まあ餃子でもいいんだけどさ。じゃあ、例えば、餃子を食いました。餃子の王将に行きました。餃子ライスを食べました。その時にさ、餃子食ったなっていう認識はしてるんだけど、その餃子に何が入っててどんな味だったかっていうのを、割と人は見過ごしてしまうのよ。一回食ったことはあるものをちゃんと再評価しないから。なので、あの、まあ、どうせ暇だと思うので皆さん、あの、暇な時間に、じゃあ、王将に行きましょう。 今円えっ、ー、とね僕がこうあの学生の頃にこう通りがかっていたシンシンっていうラーメンだと餃子190円だったんだけど王将今いくらなの餃子わ分かってる人はね限界行為を提言するっていうねあのややこしい言葉で言ってくれたんだけどで野菜炒めでも餃子でもいいんだけどまず一口ずつゆっくり噛んで食べてみてくださいでその中に何の材料が入ってるのか味覚で 当てててそれを口に出すか頭の中で音声化してみてくださいあいこれ白菜の味だねとかあこれニラだよねとかでひょっとしたらそのニ,ンニク入ってるかなとかでこれごま油なのかサラダ油なのか塩は入ってるのか砂糖は入ってるのかで人参なのかなこれとかじゃあそのごまはあるかなとかっていうのを一つ一つ自分の味覚で確認したものをその。 材料の名前を出してでどんな味なのかを言葉で説明してみてください。ひき肉の量とかもね。そのこちひき肉どれくらいあるのかとか。これひき肉じゃないな。できねえよ。そんなのできるだろう <laughs> え。なんでできないの？口に入ってるものの味がわからないの。ごま油の味なんてわからん。ああ、じゃあね。ごま油を家であの実家に行ったらごま油とサラダ油を分けて舐めてみ。全然違うから。 ごごまま油はごまの風味がめちゃくちゃゃく強いから舐たれつけたらないだからまあねただたれも何のたれなのかっていうだその,そのじゃ XO ンベースなのかその豆板ンベースでちょっと辛めなのか味噌は入ってるのか醤油は入ってるのかとかの匂いで分かるよ匂いで分かるよねサプリしか食べないもん <laughs> そうなんだサラダ油舐めるの怖い怖くはないよ味というか香りが全然違う そう味のがたいとししてて日本人は認識するそれしてどうなるんあだこれを何でしてるかっていうとその要は野菜炒めとして認識してるものが実はどういう野菜だったりどういう肉だったりどういう油がどういう配分で入ってるかっていうのを自分が認識する認識して識別できるっていうことのスキルが上がるんですよ。ゴゴミミだったゴミ食うのかお前んちは そう、調味料の味知らない人多いのよ。だから同じものを同じように作ろうとしても、実はその、あの、味のつく、あの、調味料、なませちゃった。<laughs> あの、イノシン酸とかグルタミン酸とかの塊の味の素が作ってるやつ。味の素だ。<laughs> だから味の素を入れてる味で、実はこれって味の素がないとこの味は出せないんだとか、そう、認知能力下がったりすいません。っていう感じで、その、 自分が食べるものに何が入ってるか。で、それを再現しようとするときに何が必要なのかっていうのを一回意識してみてください。そう、最近アジうモンとじゃなくてシャンパー増えたよね。化学調味料、それが言いたかった。っていうのを一回やってみてください。あの、別に今日の昼飯でもいいしあ、もう昼じゃねえか、日本は。じゃあ、あの、なんか今日の夕食でも、ソムリエかよ。いや、別にいいのよ。ど,どうせ暇でしょ、君ら。<laughs> 忙しくないでしょ。本当に忙しい人、こんな番組見てないから。 だか,らあのね、かけてもいいけどこれ見てる人みんな暇人だから。でどうせ暇だったらいつもやる行為っていうところのじゃにちょっと時間をかけてそれがどういうものなのかっていうのをちょっとだけ確認してみてください。やるけど正解できなそう。うん、で別に正解しなくていいのよ。ちょっとずつその自分の領域を増やせば。だ例えばさじゃこれって故障入ってる入ってないは割と分かるようになるのって早いのよ。 でもあの本当にさ野菜炒めに胡椒が入ってるかどうかってみんな無意識で食べちゃってるのよ。でもこれって胡椒入ってるかな入ってないかなって識別するようになるのってそんなに難しくないのよ。そうやってその自分の味覚のレベルが上がったりするわけじゃん。でそうするとさ他の野菜炒めの今度は比較ができるようになるのよ。じゃあこっちのさ近所の中華料理だったらこういう材料なんだけどたまたま連れてってもらったじゃあそのなんか銀座アスターみたいなちょっと高い 野菜炒めっていうのを食べた時に味の違いがわかんないで、確かに味は違うと。で、なんで味が違うのか。どうして美味しいと感じるのか。で、それをさ、口に出して説明すると、例えばうちの近所の野菜炒めはこれとこれの材料が入ってて、で、とろみはあるんだけど、こういう刺激がないと。で、銀座アスターの場合は、野菜のその切り方が違うとか、じゃあその野菜の鮮度が違って食感が違うとか、で、いちいち違いを口に出せるようになるのよ。 で、それを口に出すと、パッと見に聞いた人からすると、こいつ、味のこと結構わかるやつだなって誤解してくれるのよ。銀座アスターって、ごめんね。東京にある中華料理屋。はい。そうそう。だから、野菜自体も切り方とか、例えばさ、薄く切ったのもと大きく切ったので、人参って食感全然違うのよ。こいつうざいな、ごめんね。ややこしい味して。 <laughs> だからそれさ人参の切り方一つで食感変わるわけだからで確かにこう人参の切り方違うよねっていうふうにそこで誤解してくれるのよあ,のそのあくまで味に詳しい人のように誤解をされてしまうんだけどでこれ僕誤解って言ったんだけど味に詳しい人っだから僕がじゃあグルメレポーターの横で同じように今言ったやり方で喋ったとしたらほぼほぼ同じように聞こえるのよ。 あこいつ味詳しいんだなっていうっていう遊びをしてみてください。でそれをやるだけで要はさ近所の中華料理屋に行って別の中華料理屋に行った時にあどうして味が違うんだっていうので単なる飯を食いましした終わりじゃなくてもう一つ楽しみができるんだよこの店っていうのはどういうふうに調理してるんだろうどういう野菜を使ってるんだろうどういう調味料をつく使ってるんだろうっていうのでその自分の何か毎日やってることに 好奇心を持って、で、それがやることで、ちょっと面白くなるっていうのを、いつもやってる。まあ、いつもやってるし、ね、嫁にやったら嫌われる。<laughs> あ、楽しいのか分かんないのか。えっ、ー、と、物事を知るのと、なんだろうな、好奇心を満たすっていうのは結構楽しいんだよね。だからその、パズルになるのよ。だから例えばさ、あの今、野菜炒めの話をしたんだけど、 たたまたまこの店に行ってあこの店ウィキを使ってるとかって分かるとそれは結構自分の中であのレベルが上がが上っったっていう喜びにつながるのよあのスキルが上がったり能力が増えると人って割とその,あの,自分の評評価価があるのよ自己評価が上がるのよそういえば発覚入ってるとかっていうのもレベルが上がると分かるのよ。でさ自己評価が高い人ほど人生幸せ率高いのよ。で これね、自己評価の低い人は多分分からないと思うのね。自己評価の低い人は自己評価が高いとその人が幸せになるっていうことが理解できないと思うんだけど、でもなってみると分かるのよ。自分のスキルが高くて自分ってすごいんだって分かって自己評価の高い人ほど割とあの、自分の人生を前向きに肯定的に考えがちになるのよ。で、自己肯定感強い人の方が 毎日楽しく暮らせるし、自己肯定感の低い人って、要は、あ、俺ってダメだよね、とか、あの、俺の人生結構きついよね、とか、明日どうしようとか、不安を感じて毎日生きることになるのよ。で、不安を感じるって、基本的にはストレスになるのね。だから毎日不安を感じてる人っていうのは、毎日ストレスを感じるわけよ。間違えたら恥ずかしい。あの、口に出さなくていいです。<laughs> 頭の中で考えるだけでいいです。で、そのうち、だんだん正解率上がってくるから。 で、正解かどうかは、あの別にシェフとか、その店員さんに聞いてもいいし、あと別に味に詳しい人連れてって、これってさ、ウイキオ入ってるって聞いてみたら、もう入ってんじゃないとかっていうので、正解も確認できるじゃん。なので、あの、まず不安を感じない性格を生活をするには、ある程度自己肯定感、自己評価を上げなきゃいけない。で、正解かどうかもぶっちゃけ確かめなくてもいいんだよね。自分が正解だと思えばそれでよい。はい。 日本の食品添加物がアメリカの4倍の認可があると知り、ここ近年大量生産の安い加工製品、保存料増量剤、毒植物王国であると思いました。今の子供たちの食べ物アレルギー、脳の病気、精神病の原因などと聞きました。お金のない人は自炊しても自動的に安い代表的な WHO ダメオマーガリン入り添加物まみれの食べ物しかないです。外国に比べに日本の都会の生活保護者や貧乏家族は健康な植物を手にするのはいいですか ええと、ちょっと酔ってるので説明が雑になるかもしれないですけど、あの、まずその食品添加物で、例えばトランス脂肪酸の話をしてると思うんですよね。あの、マーガリンっていうのが他の国では違法だけど、日本では許されてますと。で、それってトランス脂肪酸っていうのが体に悪いよねっていうのがあるんですけど、日本は認可されています。 で、これだけを聞くと、外国で禁止されているトランス脂肪酸を日本は許可している。体の悪いものを許可しているというふうに捉えがちなんですけど、これは間違いです。まず、日本人は、あの、アメリカとかフランスの人に比べて、肉いっぱい食ってません。その、日本人の食生活って、肉を食う量がめちゃくちゃ少ないんですよ。で、しかも魚とか食い上がるんですよ。 で、アメリカ人とか、フランスの肉食うやつは、毎日肉を食ってます。なぜなら肉が安いから。なので、あの、トランス脂肪酸を許容できる量が、アメリカとかフランスの人は少ないんですよ。もうすでに肉で食ってるから。 でも日本人はそこまで牛肉とか豚肉を食べてないのでトランス脂肪酸を食べても健康被害になる割合が少ないのでアメリカ、フランスに比べるとトランス脂肪酸で許諾されている量が多いです。結果としてマーガリンが合法ですという話なんです。 なので、健康被害があるかどうかでいくと、トランス脂肪酸の健康被害のある人の量でいくと、日本人よりはアメリカ人とかヨーロッパ、フランスの人の方がトランス脂肪酸の結果の健康被害の被害者は多いです。日本人はなぜならそんなにトランス脂肪酸を取ってないからです。なので、ここは4倍だから良くないよねという話ではないんです。で、これで、 アメリカで、じゃあその禁止されている添加物が日本では OK だよねっていうので、えっ、ー、と、千原誠二さんがアベマプライムに出た時も言ったんですけど、カツオというのを日本からヨーロッパに輸入しようとした時に、ヨーロッパでは違法です。その、えっ、ー、と、カツオがなぜフランス、ヨーロッパでは違法かというと、カツオという魚介類を 長期間保存するために使われている塩とやら、油とやらというのが健康であるという証明をヨーロッパ内でした人がいないからです。で、あの、タンパク質っていうのは基本的にはカビが生えたりとか、その細菌が発生したりっていうので、基本的には危険なんですよ。 だからあの、ビーフジャーキーとかってアメリカで買ったものを日本で持って帰ってくるときって必ず検疫に止められるんですよ、本来。まあ、あの、勝手にあの、お土産で持ってきてる人もいるんですけど、肉類っていうのは基本的には検疫上必ずそうさなきゃいけないんですよ。要は、しほ漬けだろうと乾燥だろうと、その、タンパク質で作られたものっていうのは何らかの病気だったりっていうのを含む可能性ながらチェックしなければいけません。で、鰹節もタンパク質の加工食品なんですよ。 で、じゃあ、その鰹節が合法かどうか安全かどうかっていうのをちゃんとヨーロッパの機関に登録して検査を受けて認証を受ければ鰹節もヨーロッパでは輸入可能になるんですけどそんなお金をかける人が誰一人いないんですよ。ヨーロッパの人は鰹節をそのまま輸入したいと思ってないから。 なので、鰹節を基本的にはヨーロッパには輸入できません。なぜならそれは調査してないし、お金をかけてないからですって話なんですよ。鰹節が危険だからではないんですよ。危険かどうかがわからない。わからないものは、えっと、禁止です。要はその、食べ物というのは、わからなかったら輸入禁止なんですよ。わからなかったら OK じゃなくて、わからなかったら禁止なんですよ。 なので、日本で合法なもので、例えば草屋の干物とかも、アメリカに持ってったら多分違法なんですよ。あんな臭けてわけのわかんないものを誰も許してないから、持ってったという間に、いやいや、これ調べてないから違法だよ。アウトっていうのなんで、 なので、日本で合法なものが他の国で違法である。だから危険であるっていうのは考え方として間違ってます。それは食文化が違うので、日本では合法でも他の国では調査をしていないので違法ですって話で、危険だから違法っていう、その危険だからも調べてないんですよ。 で、食品添加物の足なんですけど、じゃあ、日本人が食べてるものが安全なのか健康なのかでいくと、あの、これもあの、日本人って世界で2番目に寿命が長いんですよ。まあ、まあ、ちょっと前までは日本人があの、寿命では一番長かったんですけど、最近スペインに抜かれたんですけど、日本人の寿命って世界で2番目に長いんですよ。 なので、あの、基本的には日本人が食ってるものとか日本人の生活っていうのは他の国に比べたらめちゃめちゃ健康的なものを食ってますと。で、じゃあ、健康寿命っていうのがあるんですけど、要はその健康的な生活ができますと。で、日本人の場合って、あの、だいたい3年ぐらいで寝たきりになる場合があるんですよね。死ぬ前に。じゃあ、その健康寿命が日本人が低いのかっていうと、健康寿命でいくっても、日本って世界でだいたい1位か2位なんですよ。 その健康寿命自体調べ方が違うの違うんですけど、たまにシンガポールが健康寿命1位になることもあるんですけど、その時も日本は健康寿命2位だったりとか、で、健康寿命は日本が1位のことも多くて、なので、寿命で考えても健康寿命で考えても、日本人というのは長寿なんですよ。で、人間って何でできてますか いるものでできていますあの食ってるもの以外でできてるやつってあんまりないですよまあビタミン d とかはあの太陽光線でできるので食ってるものと太陽光線とえっと風と空気で人間ってできてるんですよでじゃあその一番寿命が多い国はどこですか1位はスペイン2位は日本 で、健康寿命多いのはどこですか ?1 位はシンガポール。2位は日本。なので、日本人が食べてるものは安全ですかあの不健康ですかっていうと、日本はめちゃめちゃ健康なものを食ってる国なんですよ。で、あの、アメリカがじゃあ健康どうこうって言ってるんですけど、アメリカって、ピザ、野菜なんですよ。これ何言ってるかって話なんですけど、あの、子供には野菜を食べさせるべきですよねっていう法律が作られたんですよ、アメリカって。 んで、あの、じゃあ、給食で出すときに、一定の割合で野菜を食わせなければいけませんっていう法律を作ったんですよ。で、ところが、アメリカのピザ会社が、給食にピザ食わせたいと。なので、じゃあ、ピザを野菜ということにしよう。で、そのためにやったのは、小麦粉ってどうやってできてますか小麦粉って、植物である小麦から作られてますよ。 牛肉は、その牛という動物から作られてます。で、油は、じゃあそのなんかまあそのなんかいろんな油から作られてるんだ。その中、牛油とかヤシとかで作られてるんですけど、じゃあ小麦粉って植物から作られてます。野菜って何ですか植物から作られたものを食べるのが野菜ですよね。じゃあピザの小麦粉は植物から作られているので野菜です。 で、それにトマトソースがかかっています。じゃあ、ピザは何ですか ?8 割は野菜ですよね。その後に、あの、油とかチーズとか乗ってますけど、8割は植物から作られてるんだから、野菜です。だから、ピザは野菜として、給食に入れてくださいっていうのが合法なんですよ。っていう国の、あの、基準と比べて、日本が、どっちがまともかって言ったら、あの、確実に僕日本がまともだと思うんですよ。 なので、あの、ちょっと頭のおかしな政党とかが、日本のその添加物良くないとかって言ってるみたいなんですけど、あの、アメリカと比べたら日本はめちゃくちゃまともなんですよ。なので、じゃあ、その証明は何ですかって言われると、日本人の寿命を見てください。日本人の健康寿命を見てくださいっていうので、証明済みなので、そこら辺の,そのなんか陰謀論にあの携わるのなく、日本人がどうやって健康に暮らしてるか、もうアメリカの白人とか、あの、寿命60歳で死んだりするんですよ。 60ですよ。あの、日本って70歳まで働けとか言ってるのに、アメリカの白人の男性って60歳で死んだりするんですよ、寿命が。だからそれに比べたら全然日本まともじゃんと思うんですけど。まあ、なので、あの、ちゃんとその、おかしな人たちが言ってる話ではなく、普通にあの、目の前に科学的なデータで判断するようにするといいんじゃないかなと思います。かけてもいいですけど、チャンネル、登録した方がいいです。